続いて紹介するのはこちら、勇者部占いの館。このコーナーではあなたのお悩みを募集します。その解決方法を隣で踊ってるよ音楽が占いが得意ないつきちゃんのように、私たち勇者部3人が勇者部特製カードを使って占います、はい、これはニコ生ぶりの占いのやり方ですね。そ う,、うん、そうでしたね。ニコ生私300歳って言われましたからね。300年目。そうね。300年目の私なんだよね。そうそう、なんか、ちゃんと解決してくださいってなんか言われたことか。はい。300年目の割には全然敬われてないんですよね。へへ進めましょう。よし。それでは迷えるリスナーさんのお悩みを紹介していきましょう。はい、まずはですね。ウラルーブ部員からいただきました。ありがとうございま す, いますパルニアスユーミンともちんうっすうっす。早速ですが私の悩みを聞いてください。なんだ。私は好き嫌いが多く、特に野菜があまり好きではありません。どうしたら野菜を食べたくなりますか、よろしくお願いします、ということで、可愛らしい、可愛らしいお悩みじゃないですか。まずはですね、はい、運命のカード、そうですね、まずそれを引かないことには。たまえちゃんがカードを切ってるぞ。運命のカードを引いていくわよ。いつきちゃんそんなだったっけ。いつき？いつき？運命のカード。いつき？いつきもお前も300年目か。ゆるキャラ。カレー猫。え、待って待って。なんて言ったの？ゆるキャラカレー猫。あ、カレー猫ね。あのさ、ゆうながさ、うん、机の端っこに書いてあったじゃない？落書きの。あー！カレーをくれるカレー猫だよ。そうそう、カレー猫。それを、にこじつけて。あ、いいじゃん。こじつけられる。こじつけられる。こじつけられる。お！ちょっとじゃあ、パルニャス。パルニャス言ってあげなよ。あれ？これ私が言うんだっけ？いや、別にみんなでだけど、今、せっかくね、これは、ゆうなが書いた落書きを元にしてるわけだから、そうそうそう。ぜひとも。ゆうみさん、わかりやすい。ごめんな、わかりにくくて。おぉ。ともえちゃん、好き。ありがとう。よし、じゃあ、言ってくれ。ウラル部員？まず、野菜を細かく刻みましょう。そして、それを、カレー猫に渡してみましょう。するとどうでしょう。カレー猫がその野菜を美味しいカレーの中に入れて、はいどうぞってくれますので、なんと野菜克服できる。これはワンダフル。ということでカレー猫に野菜を細切りにして渡せば解決します。信じるか信じないかはあなた次第。信じないでしょ。私もそう思ってた。まずカレー猫に出会うところから始めてくださいね。そうだよ。カレー猫ってどこで出会うの？ユーナの落書きに出会えればきっと。ユーナはさ、カレー猫にどこで出会ったの？ユーナが作り出した。あそこ普通なんだね。意外と普通な答えだったね。普通だった。じゃあまだまだお悩みがあるんですか？そう、まだまだ悩める子羊ちゃんたちを救っていきますわ。そのキャラなんなん？300年目の友達ちゃん。もしやもしかしてロムロム部員からいただきました、ありがとう。どうしよう、内容入ってこねえよ。私の悩みは動物によく攻撃されるです。あら、飼っている犬には全力タックルを連発され、タックルしない、そこタックルしない。では野良猫からドロップキック、他にもいろいろあるし、野良猫から絡まれるなんて日常茶飯事。あら、なんで私が一体何をしたというのですか。びっくりするわ。どうしたらよいのか。タロットにて占ってください。お願いします。大丈夫。ためちゃん、とうとうやっぱお疲れがピークに出しておかしくなっちゃった。ということで運命のカードを引いていきますわ。あなたの運命のカードはこちら。やばい、エセっぽい。内山由美。由美ってなんだ。ということで内山さん、どうですか、はい、内容、はい、ちょっと聞いていただけてましたかね、今ね。すごい左側で、うん、あなたの隣で、タックルとかいろいろ実際に再現してるんですよ。そうです。それがもう、チラ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 目に入りまして。よし、パルニアス、一回じゃあユミさんに謝ろう。どうもすいませんでした。オッケー。はい。じゃあ、清き心で。でも私はね、それ、これを分かりやすくするためにタックルとか猫がシャー。あのね、ラジオ。おー、ラジオ。解決しないと。解決してないのにレベルアップしちゃった。ロムロム部員。好かれるためには。好かれるためには。どうしたらいいのかしら。
そうね、もしやもしかしてロムロムさんは犬と野良猫を経験してるんですね、うんうん、でも大丈夫、私が大好きなインコはそんなこと決していたしません。あ、そうなんですか。はい、ユミさんインコ好きなんね。根本的な解決には何もなってないですけど。だからうんか、だから野良猫と犬は諦めなさい、うん、インコに手を出しなさい。諦めなさい。インコ、インコね、うん、インコの魅力をじゃあ10秒以内で。癒し。お、あ、優しい。優しい。インコだよ、インコだよ、君は違う。ということで、インコを愛すれば解決します。信じるか信じないかはあなた次第。こんな感じでぜひあなたもお悩み送ってくださいね。以上、勇者部占いの館でした。結城優菜は勇者である。勇者部活動報告。